23日土曜日、辺野古のバス停に到着しました。はい、バスで那覇からやってきました。ですね、77番のバスで来れるんですけど、あと22番だった、あ、77番だけかな。で、途中まで111っていう、あの111番のバスだと高速を使って来れるので、そこから乗り換えてもいいんですが、77番、あのその方が早いんですけど、77番だとですね、あの、おー、そうね、はい、気がすね、77番だと1本で来れますね。で、はい、息子のジョーと一緒にやってまいりました。この間も雨の日にね、来ちゃったんですけどね、であいにく雨の日だったんですが、今日はとっても晴れていて、で、雨の日だったんだけれど、うちの息子のジョーは、あの現地に着いてから可愛がってくれる人がいたり、あと帰りになんか、あの那覇まで送って行ってくれたあのヒゲのおじさんが、その後もご飯を食べたりカラオケに行ったりして、よく遊んでくれたので、すっかり気に入ってしまって、また辺野古に行きたいと、あの言ってくれたのね。はい、ママ、あれ、ここじゃあ、あたっちょ、はい、ここから歩いて辺野古に行きます。辺野古のおじちゃんは、この間のおじちゃんは来てないけど、今度また別のおじちゃんが来てると思いますよ。今日、8月23日は、確かね、ヒゲのおじさんは来てないよ。確か、ヒゲのおじさん、別のヒゲのおじさんがいるかもしれないからね、ジョーカー。別のヒゲのおじさんがいるかもしれない。バス停からですね、だいたい何分ぐらいかな、結構歩いて5分もしないところに、ありますね。団結小屋っていうのかな、今でもその呼び名なんでしょうか。今の辺野古の、77番バスのバス停から、ですね、5分歩かないぐらいのところにですね、団結小屋があるので、今からそちらに行きます。で、あ、さっき説明が悪かったかな、那覇からですね、行くときはですね、111番というバスに、旭橋にあるバスターミナルから乗ると高速を使うので、結構早くて、宜野座っていうところで降りてですね、宜野座インターチェンジで降りて、そこから77番に乗せばいい。はい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 、ビスカスが咲いてます、ごめんなさい。綺麗だね、沖縄はね、こういうお花がところどころで咲いてるんだよね。はい、そうですね、ここに食べ物屋さんがあったか。この間も来た時雨だったんでね、食べ物屋さんがなかなかなくって、移動もなかなかできなかったんであれだったんですけど、はい、あら、ここいいね、なんだかね、またハイビスカスがある。そうね、ハイビスカスが咲いてて怖いね。はい、鳥が鳴いてます。鳥さんはどこでしょう。で、ここはなんだ、辺野古有志会代替施設安全協議会っていうのがあるんですね。はい、黄色いお花が咲いてますね。黄色い花数えきれないぐらい。そうだね、はい、咲いてますね。もうすぐ、はい、こういう、看板があったりしてですね、はい、ね、辺野古に基地は作らせないって多くの人が言ってるんですが、私も実は初めて辺野古に来た時はですね、2000年のことだったんですね。沖縄のひげのおじさん、今日はいないよ、ジョー君。ちょっと待って、ジョー君、ママちょっと喋ってるからね。ヒゲのおじさん、いるいる、多分いるよ、ちょっと待ちなさい。私が辺野古に初めて来たのは2000年の時で、沖縄でサミットが行われた時にですね、サミットがあった時にオルタナティブサミットっていうのを市民団体がやってですね、で、2つの市民団体主催の国際会議があったんですね。で、
両方ともただで通訳をやってくれる人を探していて、交通費は出してくれてね。でそれで私もじゃあお手伝いしますと言って2回来たんです、2000年に。でその時から辺野古の問題っていうのはかなり注目されていて、もっと前からだと思いますが、その時初めて来ました。はい、何滑り台した。滑り台今日はしないよ。なんで？今日はもう辺野古の海にそのまま行きますよ。はい、もう辺野古の川に来ます。この川が終わったところがもう海ですね。ということで那覇からどうやって辺野古に行くかというところをですね、私もそうなんですけど車持ってないんですね。で今日なんかは多分ですね、毎日じゃないんですけどたまにですね、市民団体が県庁前のバス停からバスを手配して往復で1000円っていうすごい安い値段でね、この運動に参加する市民の人たちを乗っけてくれるんですね。で私の場合はちょっとね、うちの子供がこの集会だけだとやっぱり飽きてしまうし、まだ4歳でかわいそうなんで海にもまず入れてあげて、でその後集会に参加しようと思っています。はい、大きな木があったりね。はい、もう辺野古の川から海に、ちょっとこっち側渡るよ。はい、渡りましょう。はい、もう川ですね。こちら側が川になってるのね。魚さんはいるかな。はい、いますね。泳いでる。これ映らないかな。映らないですね。よいしょ。はい、ジョジョ気をつけな。もううちの子供はひょこひょこちっちゃいお子さんをお持ちの方はご存知かと思いますが、もうすぐに走り出したりなんだりして気が気じゃないんですけれど、でも今はとりあえず健康なんでよかったです。セーブキッズジャパンというブログを書いているのですが、原発が爆発して3月11日でしたよね。3月15日に私と息子は沖縄に午後の便で飛んだんですけれど、午前中にですね、本当に私は後悔してもしきれないんだけれど、放射能雲が東京、一番濃い放射能雲が来ている時に知らずに私はこの子をおんぶしてですね、外にいたんですね。そしたらですね、その1ヶ月後ぐらいから2人ともすごい体調を崩して、すぐには出なかったんですね。で2人ともなぜか1ヶ月後ぐらいから熱が出て、私は9度の39度以上の熱が4日間連続して続いて、解熱剤を飲んだほんの2時間ぐらいだけは落ちるんだけど、またすぐに薬の効き目が途切れると上がるという。でうちの子供は38度以上の熱が13回、全部でその3ヶ月間の間に13回ぐらい出たんですね。上がっては下がり、下がっては上がりって感じで、でも本当にその時は心配で生きたすらしないというか、今走ってますけど、その時はたまに熱が下がって調子がよ、まあ、ちょっと良さげで保育園に連れて行ってもですね、元気がなくて座ったまんまだって言われたんですね。でも本当に心配しました。そういうわけですから、まあ私は福島の子供なんかはね、まだかなりの汚染されているところ、最高汚染度はチェルノブイリを超えますからね。土壌の最高汚染度は地上近くで爆発したせいで、その上空高くにチェルノブイリと違って飛散しなかったんで、多分地上の汚染がチェルノブイリよりも一番汚染されているところがひどい、福島の方がひどいのはそのせいだと思うんですけど、そういうところにですね、福
島にですね、テルノブイリでも疎開の義務や疎開の権利、福島県だけじゃないですけど、もう関東でホットスポットでそういうところはたくさんありますが、まあ、子どもたちがまだいるっていうことは私には信じられなくてですね、福島のそういった子どもたち、汚染地帯の子どもたちを疎開させたいって運動をずっとやってるんですけども、嫌がらせが絶えないですね。今でも本当にすごいです。ツイッター上で本当に嫌がらせがひどくて、中にはもう私のアパートの場所とかを拡散している人とかもいるんですけど、私はツイートでね、人体実験って言ったり、エイトスをかなり批判したことで、警察とか検察が福島から沖縄までやってきたぐらいすごかったんですけどね、私がこういう被害を言っても全く警察も人権保護局も動いてくれないんですよね。私のアパートを拡散してるんですけどって言ってもね、全然動いてくれないです。もう全然その扱いが全く違いまして、もろにその国策、汚染地帯に人をとどめるってことが国策だなって本当にひしひしと思っています。で、今も辺野古ですね、本当国策ですよね。辺野古埋め立て反対の名護市長が当選しても、こうやってボーリング調査をですね、もう始めてしまっていると。さて、もうテレビカメラも来てますね。あそこが団結小屋です。辺野古のバス停から結構近いでしょ。5分経ってないんじゃないですかね。5分ぐらい経ちました。これを見ればいいんだ。ちょっとよく見えない。人がかなり集まってます。今日はね、その那覇からのバスが来ているので、たくさん人が集まってる日なんですね。で、テレビカメラも来てますね。これはどこの局でしょう、はいはい、こちらのテレビや、すいません、こちらはどこの番組ですか。沖縄テレビさんが来ていらっしゃいます。はい、これが辺野古の海です。今日はいい天気で、この間のザーザー降りの時とは違います。はい、ここです。団結小屋です。民意は基地建設のそれなんですけど、8月の14日だったかな。あ、 RBC さんも来てる。あ、分かった分かった、ちょっと待ちな、もう降りてねするからね。はい、テレビ局が何台も来て、本土ではどうでしょうね。これはニュースにちゃんとなっているのか。本土は広島の、ジョー君、あ、いいよいいよ、降りな。広島のね、土砂災害が大きなニュースで、他のニュースがほとんど入るあれがないですね。あらら、ジョー君が干潟の方に行っちゃった。ジョー、気をつけなさいよ。あんまり遠くまで行かないでね。気をつけてね。はい、これが団結小屋。団結小屋ね。じゃあ遊ぶんだったら岸の近くで遊んでてね。貝とか落ちてるからね。この干潟で遊ぶんだったらこの辺で遊んでて、で、後でママと一緒に海どこに入れるか地元の人に聞いてみよう。はい、じゃあ一度閉じましょう。